楽しみ。これバグっていう新曲来てるんだけど、これ書き下ろしなんだけど、怪力部屋さんの書き下ろしなんですよね。なんかさ、書き下ろし、しかも25時ナイトコードの書き下ろしなんだけど、毎回さ書き下ろしってなんかちょっとゆったりしてる曲調すごい多いんですけど、怪力部屋さんは多分めちゃくちゃ多分アップテンポな曲を作ってくれたと思うんですよ。多分一瞬聞いたんだけど、なんかアップテンポだから、ほらほらほら、おお、ちょっとジャケット引いたけど一瞬、え、ジャケットすごいねこれ。なんか病んでるというか、大丈夫かな、なんか怪力部屋さんというかジャケット作ってる人、なんかリスカとかしてないよねこれ、大丈夫かな。ジャケットが結構衝撃的だけど、いや、いいねこれ。書き下ろしなのにさ、アップテンポでした。しかもエキスパートの時点で難易度26でした。もうちょっとすごくない、俺の音ゲーとして楽しそうすぎるんだけど、ちょっと楽しみにしていきましょう。ちょっとここのロード画面長いのやめてほしいわ。トーク力が持たないからね、俺トーク力ないことで結構有名だからね。このバグ、ジャケットえぐいて、たまにこういう人いるよね、なんか学校とかになんかいない、みんなの、俺もう学生じゃないからちょっとわかんないけど、みんなの学校にいないそういう人、えぐいてみたいな人、なんかクラスに2人ぐらいはいそうな気がする、男子で。お、いいね、うわ、ちょっとこれ怖いな MV。 なんか対象年齢4歳ぐらいらしいんですけどね、なんか対象年齢4歳の人、なんかこれ見てなんかちょっとあれじゃない、なんかやだな、なんか4歳の子が NHK 見れなくなっちゃうじゃん。ん？コッシーバカバカしってなっちゃわない？なんかこういうの見た後だと、ちょ、なんか見つけた俺を純粋な気持ちで4歳ぐらいに見てほしいんだけど。あ、いいね、これまたあれでしょ、 TikTok でなんかバズるんじゃないの、とんでもアンダーズみたいな感じで書き下ろし、え、すげえ、めっちゃいい、お、いい、え、めっちゃいいじゃん曲調、てか、いや、メロディーめっちゃいい、いや、さすがだね怪力部屋さん。おお、ほらこのさ、バッバッバグもそうだけどさ、怪力部屋さんなんかそれ多くない、なんかベベベベベノムとかさ、なんか同じ言葉連続しない、まあ言ってベビリキベアさんのやつあんま 2,3 曲ぐらいしか知らないけど、ちょっとにわか発言してる気がする、申し訳ない。なんかね、それ多い気がする、さっきベベベノムの時も、あとなんだっけ、ダダダダリンダンスみたいなやつあるじゃん、あれとかもなんか同じ言葉結構リズミカルに刻みがちこの人。よ、いいねこれ。しかもさ、このバグっていう曲目が、うわ、いいね、この2部構成みたいな感じの若干、いや、そんなことなってない。これさ、バグっていう曲名がね、もうマジでタイトルつけやすいから、これ本当にありがたいのに、YouTube としてバグがめっちゃタイトルつけやすいからありがたい。いや、いい、しかも、いや、これめっちゃ好きだこの曲、プライベート行きかもしんない。いや、いいね。で、しかもなんか25時ナイトコードの書き下ろしで難易度高いやつくださいみたいな、なんかご意見箱みたいなやつで来てなかったっけ、この、だからなんかセガがなんかそれを実現してくれたっていう、なんかその、おお、いや、めちゃくちゃ嫌やん。いや、セガね、本当にやり方うまいというか、ゲーム作る運営陣が本当に優秀な方ばっかりなんで、いや、素晴らしいなって毎回思うんですけどね。このバグちょっとジャケットが怖いかな。まあでも曲もそんな感じだったね。てか怪力部屋さん、ちょっとなんかそういう系多いね。なんかダーリンダンスのさ、ちょっと地雷がテーマとかさ、そういうあれじゃないですか。なんかそ、32だって、マジか、おいおい、マジか、すいません、僕の中の青生地が出て、これさ、男でこういう言い訳する人嫌いだからさ、まあ言いたくなかったんだけどさ、まあちょっと一応知ってもらうために言うんだけどさ、今さ、ちょっと手のひらめっちゃ怪我してて、なんかね、昨日ね、なんか布団にダイブしたら、なんかコンセントの USB のとこあって、そこガリってなって、なんか肉がえぐれたっていう、なんかそこで血まみれなんだよね、今手のひら。だからちょっとできるかな、これ難易度82なんだけど、82じゃないね、32なんだけど、ほらもうちょっとテンパりすぎて、ちょっともう、あ、頭がちょっと三田さんみたいな配置やめよう、ちょ、その三田さんみたいな配置やめよう、頼むから、あれだけ、あの認識なんだけ本当にやめてほしい、長期だから、その三田さん犯罪みたいな配置してるってね、特に意味はないですよ今の発言に。すごい、犯罪みたいな特に意味ないですからね、これ別に。なんか深い意味は特にないからね、気をつけてみんな。あんま。そう、だから、なんか USB に、しかも聞いて、今日なんか、USB 行ったって思って、それなんか、あ、ここいいよね、これ曲。そのなんか USB で怪我したから、その USB マジで引きちぎって殺そうかなと思ったんだけど、それ見たら、俺の皮膚がついてたっていう。グロって思って。まあ言うてそこまで怪我じゃない。お、いいね、これ譜面のサムネも作りやすそうでいいね。しかもさ、これさ、難易度32って俺がギリフルコンできそうな難易度かぐらいの感じじゃない？いつもフルコン廃止してるのが
32だから、まあ、結局できずに逃げること多いんだけど。いやこれいいね、これさ譜面がいい、サムネも作りやすいし、しかもタイトルも作りやすいし、いやこれ完璧。しかもこれ曲調あれでしょ、これ TikTok でバズるでしょ、でこの2部構成みたいな感じね。いや好きよ、本当にいいよこの曲。サムネ作りやすい、サムネ作りやすいあんだけ言ってるけど意外と作りにくいかもしれない、ごめんね。意外となんかそれっぽいのが出てこない案が。おちょっと三田さんみたいな話、ちょっとさその認識なんだけどやめて、ちょっと死ぬ死ぬ死ぬ、ちょっとギリギリ生き残ってる、ギリギリ、ちょっと待ってやめよ本当に。いや何がフルコンやね、全然できひんやないか。あああげない、いけんですねオフルフラギーなんで、マジでピッチョカッチョカッチョカッチョ。っていう夢を見たみたいなね、なんかそういうくだりがニコニコ動画で昔流行ってたけど、最近の若者は知らないかもしれない。ちょっと巻き戻ししたわ。いいね、俺巻き戻せる能力欲しいね。なんかワンピースそういうないわ。ちょっと待って集中させて、今ワンピースの話関係ないからね。くるくるって言ってるんだね。わあいいね、これ流行りそう、マジで流行りそう。怪力部屋がね結構当たるよねあの人。なんかさ数打ち当たるとかじゃないもん、なんか怪力部屋当たる確率多くない？怪力部屋のバズる確率っていうか。いやいいよ、他の人もまあ確かにあれなんだけど、結構ね流行ってないやつ正直多いんだよね他の人って。何百万再生とかまあ流行ってんだけど、この怪力部屋はなんか何千万のくらいいくね毎回結構。いやすごい本当に素直にすごいと思うわ。てん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 、いやここねもう本当にもう馴染みやすさがメロディーの、ちょっと待ってワンチャン死ぬかもしんないから気をつけて。これさ体力切れで死んでるぐらいなのに俺フルコン、いや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 、あーでもいい、まあ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 楽しいけど、フルコンできるかな俺これ、まあ、頑張ってみよう、いつか明日か明後日ぐらいにフルコン配信をするかもしれない。じゃあ見たことない MV を見ていくシリーズやってこっか。ラグいよ、むちゃくちゃラグいよ、今びっくりした、そんなラグいことある。いやシックオブハウスないんだよねこれ MV、 なんかあいいじゃんこれ天使のクラブ、これ見たことないんじゃない。しかも最近ね僕プラチナエンドっていう漫画読み出して、なんかデスノートと同じ作者のやつなんだけど、いやめちゃくちゃ面白くてもう5巻6巻止まんない。これ難易度31なんですよ、あ歌うまい組じゃんここいいね。難易度31なんで結構今日カロリーが高いかもしれない今日の動画は。まあいいや、難易度全体的に高いけど、まあちょっと一旦許してほしいわ。これね見たことないんで、うわめっちゃダンス可愛くないこれ、あいいじゃんダンス可愛いけど大丈夫、なんかそのパンツ見えてる、これどう、あれなんか大丈夫か、なんか R18 してならないこの動画大丈夫かな。まあいっか、こんな小娘のパンツぐらい1枚や2枚ぐらい見られたところで別にどうってことないでしょ、もういいでしょ。ちょ待ってすごいラグいぞ、大丈夫か、ちょ重いよお前のダンス、重いよねえお前のダンス、ごめんね、あんま女の子に重いとか言うのすごい失礼かもしれないけど、ちょっと、いや、お前一番重いぞ、お前が一番重い。おい、青髪、今のお前だ、お前、一番重いぞ、お前。まあ、あれだろ、プロジェクト世界のタイトルに出てくるやつでしょ、さっきの青髪。待って、すごい重すぎる、お前が一番重い、優勝だ。おい、何キロだ、お前。ちょっと待って、これ、ラグに殺される、嘘でしょ。すまんなこのゲーム、 3DMV こんな重くなっ、おもんなこのゲーム、やーめた、おもんないからやーめた、まさかこんなに重いとは思わなかったこの女の子たちが、引いた、あいつらのダンス重すぎて引いたわ、さすがにもう手に負えない、もうドラム缶みたいな体験してるじゃない、もうストーリーもうニューついてたのに来てないし、もう終わるわ、さよなら、ありがとうございました、楽しかったです。いや今日はバグが来てよかったんですけど、もっとあの子たちの体重の方がバグってたので、ちょっとそこだけ運営さんは修正した方がいいのかなと、多分180キロぐらいになってると思うんで、まあ、なんか40か50代にしといた方がいいんじゃないかなと思います。さよなら、バイバイ。